ちょっとわかんないです。ちょっと便所行きたくなっちゃった、うん、寒くなっちゃった。なるほど。へべれてどうしようもね。へなんつっちゃダメな。はあ。ああダメ、もう寒くなっちゃった。寒いよ、うん、ああ弱った。ちょっと待って。言ってくればいいですか。言えねえんだよ、なかなか冷えちゃって腹が。ちょっとあんたがそこにうろうろしてるから温まんねえんだよ、はあ、こっちの足が。ちょっとこっち近づけて、うん、温まんなきゃ立っちゃったんねえよ。あったく、あああああ弱った。ああ立てなくなっちゃった。あ、フォローどうも。あ、 ありがとう。ちょっとゆすってみんな。フォローしてない方ね、フォローしてってください。お願いします。まだ僕のアカウントフォローしてない方は、うん、ちょっといけるかな。ドア開いてるかい。開いてねえか。たまちゃん寒くなったんべな。ちょっと待ってな。あ、困った、立てなくなっちゃった。アキサラス1、2の、うん、あーさーっと便所まで持つかな、持つかな。あ、フォローどうも。いやー、お飯食ってこようかな、腹減ってきたわ。よいしょ。何でもここにあるもん食えば。いや、居候が買ってきたもん食わないから俺。俺違う、俺の金だから。いや、吉江さんの金でも居候が買ってきたもん食わないから俺。よいしょ。あんた飯食いくんだらよ。うん、あ、じゃねえの、借金全部の払えるかい。はあ。飯食う価値からねえんじゃねえあんた。ああ。私だったら詰めていけるけど、何でも金がない。人間そうじゃねえ。あ、インスタントヌードルです、パピコさん。あ、ユーザーさん、初めてのギフトどうも。来ました、こんにちは。あ、どうも、こんにちは。うん。よいしょ。あ、モコちゃんさん、ありがとうございます。ハニーさんです。あ、カズさんです。腹減ったな、飯食いくか、うん、飯なんか食わない方がいいよ。あ、ティアラさんありがとうございます。腹減りました。ハートフェルトさんです。あ、ほらどうも。それね、腹減ったが飯食い行きたいわ。今日は何食べますか。昨日ね、吉牛食ったんだけど、また吉牛食いたいな、うん、アドマスハートどうも。また吉牛食いたい。アリーさんありがとうございます。622名のメンバーありがとうございます。スキヤはね、あんま好きじゃないんだよね。あゆみさんです。純粋な、あ、はじめましてどうも。純粋な牛丼と したらやっぱ吉野家の牛丼が一番好きなんで。いや、やっぱ吉牛って最強じゃないですか。まあもうちょっと今高くなっちゃってるけど、あんな安くてあんな早くできてあんなうまいもんないよマジで。うん、まあ今ちょっと高くなってきちゃってるけどね。でもはっきり言って今の値段でも納得できるいますよ。あんな安くて美味しいもの、早くてできね、食えて。昔が異常すぎたんですよ、あの安すぎて。
まあ、今の値段でもはっきり言っても十分ですよ。まあ、ただ昔の安い値段を知っちゃってるからちょっと高く感じるのはあるけど、どう違うってやっぱり全然味が違うからね、吉野家は。牛丼としても完成されてるもん、なんかその味が。多分吉野家で美味しい牛丼ないと思うよ、リアルに。なんかどんな高い肉使っても多分吉牛には勝てないよ、多分牛丼としては。なんか牛丼としたら多分あの肉が多分最強なのよ、あの肉はあの味付けが。どんな高級肉使ってもなんかもう牛丼感がないから、そしたら多分 A5 ランクとかそんなの使っても、まあ、もちろん美味しいは美味しいと思うのよ、霜降り肉の味とかで美味しいとは思うけど、でも牛丼じゃない感じになっちゃうじゃん多分。牛丼ってやっぱり吉野家の肉はやっぱ最強っすよ、なんか牛丼感があるっていうか。でもあれ超えられないでしょもう。高い肉使ったらなんかもう別の料理として美味しいっていうだけな気がする。結局牛丼としてはやっぱりもう無理でしょ、超えられないでしょ吉野家ねえ。同じく吉野家好きでしょ。初めて初見です、よろしくお願いします、ありがとうございます。ネットでは何、松屋の牛丼が1万人気。え、マジで、マジか。あ、フォローありがとうございます。あさみさん、あさみさんどうも。そうそうそう、なんか肉の薄さとかもあのね、あれなんですよ、肉の薄さこだわってるっていうか、そう、そういうのも全部こだわってて、吉野家ってその脂身と赤身のバランスとかも牛丼に合うように計算されして作ってるんだって、ちゃんと。知ってました？あと紅生姜とかも牛丼に合うようにすっごい宣伝して、あとお茶もそうなんだって、お茶も牛丼に合うようにもういろいろめっちゃ考え尽くされた結果がなんかあれらしい。全部牛丼が美味しく食べれるような計算の上、そのなんだ紅生姜とかお茶もやってるらしいよ。10年ぶりぐらいに林さんに見つけて感動したら、本当、いや本当本当そうなんですよ、これがガチの話。本当ですからねこれ。いや、すき家はなんかもう単体ではあんま美味しくないですね。ただなんか昨日も言ったんだけど、すき家って味が濃いじゃん、味が濃いからなんかトッピングした時に合う牛丼なんですよ。でもノーマルな牛丼ってやっぱりそんな美味しくないっていうか、すき家はね、その味がとにかく濃いじゃん。正直俺、味濃いの好きな俺でも濃いって感じるから、だからそのままだとなんかちょっとただしょっぱいだけっていうか、ちょっと旨味がないっていうか、ただあのなんかトッピングした時に合うんですよ。トッピングしてなんか何もほらこう味付けが大して濃くないようなものを入れても、なんかその牛丼の自体がもうしょっぱくて味濃いから、ちょうど緩和されてなんかうまい具合になるっていう、トッピングありきの牛丼だと思ってる、すき家は。松屋は松屋であの牛丼も美味しいは美味しいけどね、あと味噌汁ついてくるの嬉しいけど、まあでもやっぱり牛丼としてはね吉野家かな。まあ松屋は松屋で美味しいけど、圧倒的にでもやっぱノーマルな牛丼だけで比べたら吉野家だね。松屋はあの定食ばっか食います、定食が結局うまいっす松屋は。中尾はね、あの行ってみたいね、一回も行ったことない。あの結構あのイクラ丼とかウニ丼がなんかいいらしいじゃん、一回も行ったことないんですけど。え、中尾って牛丼なくなったんだ、そうなんや。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ、中尾俺一回も行ったことないっすよ。牛丼の話はもう飽きて、昨日話したから、昨日話したからね。吉野家も昨日の話のように汁だくってありますか。汁だくの上の汁だくだくがあるからね。まあ、汁だくっていうかつゆだくね、まあ、汁だくでも通じるだろうけど、そう、つゆだくの上につゆだくだくがあるから、つゆだくだくにするとつゆだくでも多いんですよ、つゆがね。寒いな、もう腹減ってきたわ、ちょっと俺牛丼屋行こうかな。
ちょっと俺牛丼屋行っていいっすか、吉野家牛丼屋行っていいっすかね俺。腹減った腹減ったってあんたあめたそんな無駄遣いすんなよな。いや別に牛丼食い行くだけなんだよ。牛丼だってねガソリンかかるんだよ。ガソリンかかってよてめえの支払いできるんかい。よし俺牛丼食い行こうかな。ちょっと腹減ったから牛丼食べに行くわ。牛丼食いや食ったでよ気はねえのいろいろあめ食って俺は寝るからいいよ、もう黙っと。おいっす。もう寝る。私、金かかるから。私は詰めて生きてるから。みんなとは違うから。詰めなきゃやっていけねえから、人生。行くっていけないよ。死後、支払いいっぱい来てるよ。おいっす。こんな車検もあるかんね、保険もあるし、あれも来てるよ。じゃあ、俺牛丼食ってくるわ。県民で来てるよ。おいっす。私今まで払ったけど。働けとか俺あなたに言われる筋合いないからね。働けとか知らないよ。俺の人生口出さないで、俺の好きなように生きさせて、うん、俺の人生に干渉されても俺あなたの人生干渉しないから。何様だよ、待って、うん、あーちょっと腹減ったな、うん、人に働けって言う人俺嫌いやな。別にいいじゃんその人の人生なんだからさ、うん、その働けとか言った人に迷惑かけてるわけでもないんだし、うん、俺だってさニートの配信者がいても俺働けなんて言ったことないですからね。別その人の人生だし俺の人生に関係ねえしさ、うん、腹減った。まあむしろニートの配信者見てる方がぶっちゃけあのサラリーマンとかの配信者よりどっちかっていうと面白いからねなんか面白い人が多いと思うよ。どっちかっていうとニートの方が配信としてはね。よいしょ。腹減った。マジで腹減った。イベント今何位なの？ああ、新人イベントっすか。今確か4位だったんだよね。ただあの6時に反映されるんだよ、そのランキングみたいなのが。うん。で今日の分はもしかしたら明日になるか分かんないんだけど、夕方の6時に反映されるから一応今4位なんだけど、今日の反映でどうなるか分かんない。リアルタイム反映じゃないんだよね。腹減ったな。まあということでね、じゃあちょっと俺吉野行こうと思うので、じゃあ牛丼買ったらまた枠取るか。まあ牛丼を食べるだけの枠になっちゃうけど、あほらどうも。ちょっと吉野家ついてからまた配信します。はい、1時間はかからないと思います。ということで、じゃあ皆さん一回お疲れ様です。はい、ありがとうございました。ということで皆さん、フォローしてない方フォローしてってくださいね。アイテム投げてくれた方ありがとうございました。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。フォローしてくださいね、フォローしてない方ということで。あ、フォローありがとうございますということで、お疲れ様です。一旦お疲れ様です。